トラと直近10ホームランにとんでもない事実が判明。レイズ戦でエンゼルスの主砲マイク・トラウトが初回の3塁打に続き今季5号本塁打を放った。シーズン成績を打率294、本塁打5、打点6、OPS 1.179 としたトラウト、本塁打5本はメジャー全体の1。ただ残念なのがトラウトは昨年も含めると直近の10本の本塁打は全てソロホームランなことだ。トラウトの前にランナーを出せないエンゼルスのチーム状況を浮き彫りにする結果となっている。10本塁打10打点はさ、トラ兄はランナーいない状況だけど点を取って貢献したい。チェア、ホームラン悲しすぎるだろ。1番レンドン、打率118、 OPS 314。 2番モニアク、打率067、 OPS 289。 3番トラウト、打率294、 OPS 1.179。 やる気のないおっさんしかいない古参企業にバリバリのエリートが一人おるな。10発連続揃って 100% 本人気づいてるからな。あれ、野球ってこんな感じだったっけ。フライボール革命に終わりを告げた男、イチローがいかに貢献していたか見直される模様。エンゼルス時代の2番大谷もなんだかんだヒットは打つし、フォアボールは選ぶし、申告敬遠も多かったからな。11安打、5本塁打、6打点枠さ。ドジャースなら15打点くらいかな。本塁打5打点6なんてそうそう見ないぞ。40本塁打50打点みたいな珍しい記録をちょっと見てみたい気持ちがある。トラウトの兄貴、しれっとブラザー大谷の OPS 量がしてやがる。 OPS 1.179 ってやばすぎるわな。で、この OPS で打点6はもっとやで。さすが大谷選手の旧友、ぜひエンゼルスとドジャースの試合で2人が打ち合う姿を見たいです。トラウトの兄貴もさすがすぎる。本塁打も打点6、点取り合うゲームやからな。さすがに悲しいな。去年もだったけど、ひでえな。エンゼルス、気の毒すぎるトラウトの孤軍奮闘。去年はトラウトは休み多かったから去年の大谷の気持ちを今頃は。確かにエンゼルス時代の大谷もソロホームラン多かったイメージやな。せやな、44発、 OPS1 超えで打点90台やもんな。大谷もメンタルかなりきてたやろな。トラ兄は大谷見てた状態だからさらにメンタルきてると思うわ。管理人のつぶやき、エンゼルスは1番2番はどうにかしてあげてほしいです。モニアクは年俸低いのでまだしも、レンドンって50近いんですよね。もちろん超非現実的なんですが、3番にトラ K がいるなら日本から銀本、中野、近藤、西川あたりを10億出してでも加入させるとめっちゃ得点増えそうな気が。異論は認めます。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。